素晴らしい、最高だ。もう歴史に残っちゃうねえだこれ。すごいよ、お金取りたいぐらいだ。このホールすごくやりやすいね。まあみんながいるからね。もちろんそうです。こんなとこお前4人じゃやってらんないよ。だってずっと照明も変わんないしさ、踊るしかないじゃん。そうだったら俺こうストップモーションとかなってたよ。パパ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 パ出ました。ザ・コレクターズデビュー、メジャーデビュー21周年目、はい、突入してます。もうライバルは森光子だけ。もうでんぐり返ししただけで喜ばれるまでロックしようと思います。そのためにね、背骨ボキ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 、いつもそれがロックだろう。森光子か俺かか、森重久弥か。誰になりたいだ。森重久弥。いや、そうだよ。森重だなってすごい子二択だよね、森光子。いや、でも森さんもいいよね。でも森さんとそうだね。森光子さん。そう。そう、ここで昔森政子のファンだったよね。そんなことないよ。うそよ。そんなことないよ。ちょっとときめくとか言ってたじゃん。なんか知り合ってないじゃん、その頃は。そうだね。作り話ばっかりだからさ、ほんとに。離婚してから魅力が増したねって話はしてたけど。そうね。俺もそれはちょっと、あと、旦那の森進一の方にもちょっとあの、タートルネックにたまにドローンを感じる瞬間があるんだよね。アラン？アラン、アランドローン。やっぱ狙ってんの？いや、狙ってないと思いますよ。狙ってないんだ。うん、年のなせる技ね。喉が大事だから。あ、すごいわね。ボイスが、ボイスが大事だ。イェーイ！イェーイ！カバン！Thank you.
自我万人 New Life New World 追いかけるたびいつも暗くなる Noライブって初めてだよ。本当ね、小樽くん。いや、体に悪いな。コレクターズなんですけどね、明日から関西入りまして、明後日から関西、ライブツアー、新婦ツアーが始まります。ぐるっと全国回りまして、5月。渋谷でライブがありますので、ぜひ、今日見て、なかなかいいじゃん、こいつらって思った人がたくさんいるはずだよ、もうすでに。お待ちしてます。お待ちしてます。Okay, too much watch! No
ひととき